北海道学習センター面接事業観光研究への招待の事業内容紹介ですコロナウイルスの蔓延による一時的中断あったものの今世界規模で観光は拡大し続けています国連の世界観光機関によれば2019年における世界全体での再観光客数は14億6千万人に達していますこうして観光は もはや私たちの生活に欠くことのできない一部になったといえますそこでこの事業においては観光という慣習が私たちの生活に根付いてきたのにはどのような社会的文化的背景や要因があったのか観光はいかにして作り上げられていくのかといった点について考えてみます